今回はトコジラミの写真で危険な個人情報流出についてお話ししたいと思います。トコジラミが出た時、誰でも焦ります。そして今の時代、写真を SNS に投稿して皆さんに判断してもらうという手段が一般的になりつつあります。その時に注意しないと個人情報が漏れてしまいます。これは本当に危険で、ぜひ最後まで聞いてください。私、トコジラミ警察はトコジラミに関する対策などの情報発信をしております。ぜひよければフォロー、チャンネル登録、いいね、コメントをよろしくお願いいたします。位置情報のリスク。まず、トコジラミの被害に遭って家にトコジラミもしくは似ている虫がいたとき、証拠として写真を残すのは良いことです。後で確認できますし、詳しい人に見てもらうことができます。ただ、その時に注意点が2つあります。1つは位置情報、 GPS などで現在地がバレるということ。もう1つは鏡や窓、黒い光沢のあるものに自分の顔が映り込んでいないかということです。最近、スマートフォンで写真を撮ってアルバムを見たら、位置情報でも確認できるのをご存知でしょうか。旅行に行ったりして、その先々で撮影した写真のデータがまとめられています。これはスマホで撮影するときにその場所の情報も一緒に写真と保存されているためです。位置情報というやつですね。 GPS で保存されています。居場所が保存されていて、これを人に渡したとき、その場所もその人に確認されてしまいます。悪用されれば撮影した場所が特定されることになります。本来は便利な機能の一つですが、床づらみの写真を送る際に注意が必要です。例えば、大手 SNSX やインスタなどでは、SNS 側で位置情報を消してくれることが多いです。これは SNS 側の配慮で助かっているようなものです。しかし、メールで送ったり、iPhone の AIRDROP で送る際には、位置情報が消されず、一緒に送られることになります。そのため、相手が調べようと思えば、写真が撮られた場所を簡単に特定することができてしまいます。対策としては、写真を送る前に位置情報を消すか、通常の写真撮影で位置情報が残らないように設定するかのどちらかです。詳しい設定方法は各自で調べていただけると助かります。反射によるリスク。もう一つの注意点は、写真を撮影した時に自分の顔や特定されるようなものが一緒に写り込んでいないかということです。私も最近、トコジラミに似た虫を見つけて写真を撮ったのですが、自分の顔が写り込んでしまったことがあります。床にいる虫をセロハンテープでくっつけてテーブルの上で撮影しようとしたのですが、透明なテーブルマットに背景や自分の顔がぼやっと写り込んでしまいました。このように、顔やその地域にしかないもの、その人しか持っていないものが一緒に写っていないか確認することが重要です。対策方法、位置情報を消す方法。位置情報を消すためには、写真を送る前に位置情報を消すか、写真撮影時に位置情報が保存されないように設定する必要があります。詳しい設定方法はすみませんが各々調べてください。反射を防ぐ撮影方法、写真を撮る際には鏡や窓、黒い光沢のあるものに自分の顔や特定される情報が映り込んでいないか確認しましょう。透明なテーブルマットやガラスの上で撮影する場合は特に注意が必要です。注意すべきポイント、トコジラミの写真を SNS にアップロードする前に必ず自分の顔や特定される情報が映り込んでいないか確認しましょう。もし自分の顔が反射して映り込んでいる場合、それを削除することは非常に難しくなります。特にトコジラミが出て焦っている状態では、早く判断してもらおうと急いで SNS にアップロードすることがあるかもしれません。しかし、その時に余計な情報が映り込んでいないか冷静に確認することが重要です。焦っていると忘れがちですが、これが個人情報流出を防ぐための大切なポイントです。まとめ、トコジラミの写真を撮影する際に気をつけるべきポイントを以下にまとめます。位置情報のリスク。トコジラミの写真を撮影する際、スマートフォンの位置情報機能に注意しましょう。位置情報がそのまま送られてしまうと、撮影場所が特定されてしまう可能性があります。 SNS での投稿では位置情報が自動的に消されることがありますが、メールや AIRDROP での送信時には注意が必要です。反射によるリスク。写真を撮影する際、鏡や窓、黒い光沢のあるものに自分の顔や特定される情報が映り込んでいないか確認しましょう。透明なテーブルマットやガラスの上で撮影する場合は特に注意が必要です。対策方法、写真を送る前に位置情報を消すか、通常の写真撮影で位置情報が残らないように設定しましょう。写真に余計な情報が映り込んでいないか確認することも大切です。焦っている時こそ、冷静に確認しましょう。この記事を読んでいただきありがとうございました。トコジラミに関するご相談があれば、いつでもご連絡ください。トコジラミ警察は、皆様のお役に立てる情報を提供し、問題解決のお手伝いをいたします。チャンネル登録、コメント、いいね、フォローもぜひよろしくお願いします。また次回の情報発信をお楽しみに。それでは、トコジラミ警察でした。失礼いたします。